今日は二次関数の二十一、二次関数の最大最小その一を見ていくよ。いきなり問題から見ていこうか。例題、二次関数 y 等る括弧 x マイナス一の二乗プラス一、そして x の範囲がマイナス一以上四以下の時の最大値最小値を求めよう。そんな問題だね。まあ二次関数の式があって範囲が決まっている。その時の最大値と最小値を求めるよ。 じゃあまずこの二次関数を見ると分かるのはこれ頂点だよね。頂点はこの式見てみると x 1の2乗ここが0になるときに頂点になるから頂点は x が1のときに y は1になるよね。そしてじゃあ最大値と最小値どうなるかを求めると今回は範囲が決まってるわけ。 x がマイナス1以上4以下だからそれぞれ見ていこ。う x マイナス1のとき、x が一番低いときには y はどうなるか。代入するとここに代入する。y イコールマイナス1マイナス1だからマイナス2の2乗。つまり4。4プラス1だからこれは y イコール5なるよね。そして4のとき、今度 x が一番大きくなったらどうなるか。 x イコール4の時 y の値を求めると4く1だから3サザンが 99+1 だから y=10 イコール10となって出てきたよね、x、が一番小さい時に y これ最小になったそして x が一番大きい時には y 最大になったからこれが最大こうして 式を見れば最小最大一発で計算ができちゃうわけそいつ NG だ数学には絶対にやっていけないルールというものが存在するそれを解説するのが俺 NG 先生今絶対にやっていけない NG だったの分かったかそう二次関数の最大最小範囲から式 範囲から式これは絶対に NG なんだ範囲から式そんな単純な話じゃ二次関数はないどういうことか直線だったらいいんだ直線だったら範囲を見て端から端でこれ高いとこ低いとこ最大最小が決まる端から端で最大最小決まるただ放物線の時にはこれ端から端で最大最小じゃない この範囲に頂点が含まれてた時最小は頂点になるよなつまりこの式においても頂点は1の時1つまり放物線二次関数の放物線で頂点が1の時 1=1 で今の範囲はマイナス1から4ということはこっからここ。 最小の時は頂点になるんだこれを絶対に見逃しちゃいけないんだよそこで今日の NG ポイントいくぞー今日の NG ポイント二次関数のの最最大最小の落とし式だけ見るとそう式だけ見るとこのグラフの頂点を見落とす端から端にしてしまって頂点を見落としてしまうんだ。 だから二次関数の最大最小 NG 先生とのお約束お約束は必ずや必ずやグラフを書くグラフを書かないと間違えることになるんだこれが数学では絶対に守らなきゃいけないルールそう二次関数の最大最小グラフを書いて頂点の存在をちゃんと意識しようじゃあ式にもう一回いくぞゴー 今回このグラフを見ると確かに x イコール =4 の時の最大これはいいんだ x イコール =4 の時の最大 y イコール =10 ここは合ってるんだただ最初はこっちじゃない x がマイナス1の時じゃない x イコール =1 の時の値だから書き直すぞここが違う。イコール =1 の時頂点の y イコール1これが本当の最小になるんだいいか今回絶対に抑えなきゃいけないエネルギーポイント範囲から式範囲から式は絶対にやめてくれ絶対にやめてくれ二次関数最大最小の問題はグラフを書くこうやって書くそして頂点を意識してくれ そうだったのかありがとう NG 先生。じゃあ練習一緒に解いてくよ。二次関数 y イコールマイナス x の2乗マイナス 4x プラス3で x の範囲がマイナス3乗上1以下の時の最大値と最小値を求めよう。そんな問題だね。式があって範囲がある。その最大値と最小値ね。で大事だったのは。 そう範囲があるときにこれ絶対にグラフ書かなきゃダメだったよね必ずグラフを書いて最大と最小を求めるこれが二次関数じゃあこの式の頂点を求めることから始めるよグラフを書くためにまずは頂点を求めよう y イ -x -4x の2乗 X プラス3を頂点を求めるために平方完成する平方完成ね まあ二乗の形を強引に作ることね。平方完成すると頂点が出てくるよ。じゃあ始めるよ。平方完成のときにはまず x の二乗の前の係数でくくってあげる。マイナスがくっついているからマイナスでくくってあげて x の二乗プラス四 x。そして数字の部分は外に出す。その後でここの括弧の中を見て平方完成進めよう。 x の前の係数4を半分,半分にして2乗半分にして2乗半分にして2乗するからマイナスの x の半分のプラス +2 を2乗しようその上で上の式と下の式見比べてこことここ完全に一致させたいママイイナスマイナス一致してる x プラス +2 の2乗を展開すると x の2乗を飛び出して一致そして 4x 飛び出して一致 残っちゃうのがプラスの4だけどマイナスがくっついてるからマイナスの4つまりマイナスの4が余計になっちゃうわけそれを0にするために後ろにプラスの4をくっつけようマイナス4とプラス4くっついて0になるこうすることで波線部分波線線部部分分一致するんだそしてプラスの3もあるからこうなるつまりここから分かることは頂点分かるよね マイナス2の時に y は4と3足した7になる。よって頂点は x がマイナス2の時 y は7になる。頂点はは x が2の時 y は7じゃあこの上で最大と最小を考えていこうか。図を書くとまあ y 軸を書かなくても大丈夫か。 この場合には最大最小だから形だけ見ればいいわけね頂点ス2 7で向きはこれ x の2乗マイナスがついてるから上に一つな放物線つまりこの放物線というのはこんな形ねそして今頂点が分かっているここス2の時に7じゃあ範囲はどうか範囲はス3から1まで。 つまりマイナスの一個左側ここマイナス3ねイイコールマナス3そこからぐん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 来て1までいくわけマイナス2から1までは3つ離れてるから結構離れてるよねここ、X、イコール =1 まで進むじゃあ最大と最小どうなのかそれはグラフを見ると一目瞭然だねてっぺんのマイナス2の時に最大になってる。 そしてこの頂点から右側に一番離れてる端っこここが最小値になる。つまり最大から書くと最大は最大値は x ス2の時つまり頂点の時だね y イコール =7。そして最小値は 最小値は一番右側だったね。今回の場合には x イコール1のとき、x イコール1のとき、y はどんな値になるか。x1 代入するとマイナス1、マイナス4、マイナス5と3を合わせてマイナス2。つまり y イコールマイナスの2。これで最大値と最小値の答えが出てくるよ。 今日のポイントは、そう、二次関数で範囲があるとき、絶対に必ずグラフを書く。そうしないとね、頂点を見落としちゃうからね。今日のポイントおさらいしよう。二次関数の最大最小、これは必ずグラフを書かなきゃダメだったね。グラフを書かないと端から端で、そう、頂点を見落としてしまう。 二次関数の最大最小は必ずグラフを書いてない。